いやもう絡まねえ二度とマジで。めちゃめちゃ腹立つよ本当に。クソだなあいつ、クソだよクソ本当に。あんな人間だと思わなかったわ本当に。はい、わざつ職いらっしゃい。めちゃめちゃイライラした、イライラ枠です。あ、ケロロさんどうもです。ルシーはどつ、めちゃめちゃイライラした。もう本当に切れそう。お疲れ様です、アーチンさん。あー、アールさんどうも。ポルポルさんはどつです。あ、ダメだ。めちゃめちゃイライラした。ごめんね。プライド持ってるよ。だから切れたんじゃん。いや、めちゃめちゃクソだろ。あんなの。ありえねえよ。だって今ブッキングの話とかじゃなくて、そのドレさんがさ、そのなんつうの、あの人頼りにして大手頼りでその集客しようとしてんじゃねえかって。それだったらさ、ノルマとか考えるな。俺が全部持ってんだよ、箱代とか。ででかいイベントやるんだからさ、そんなの当たり前じゃん。何のイベントするかはちょっと置いといて。でさ、そのお前さって人のさ手出した女にさ擦ってて、俺擦ってねえから、そもそも。だからそもそもが自分が図星だったんじゃん。めくれただけじゃん。ただオフ会でさ、ほったらかした女さ、自分がちょっかい出した女にさ、自分はツバニャンとパコパコしてたんだろ、なんか中配信とか。だからクソだって言ったわけじゃん。そんなリスナーさんのこと考えてねえで、てめえのことばっかり考えて、女にはちょっかい出して、女に泣かされて、で配信者行きたくないって言ってる配信者呼んで、でそれでイライラしてんのにさ、便乗で上から。どういうこと、ビョルンさん。多分時系列間違えてるよ。で結局さ、自分で今めくれたじゃん。やっぱりそうだったじゃん。俺そんなこと言った？俺そんなこと配信で一回も言ってないよ。ちょっかい出してんの自分でペラっちゃってんだ。バカじゃねえの本当に。あ、上から、あ、どれが、うん。だいたい俺オファーもまだ出してないよ。出てほしいと思ったの本当だよ。力借りたいと思ったの本当だよ。ただなんであんな呼吸下ろされないといけないの。俺別に迷惑かけてないし、ん、俺がオファーかけて文句言われるんだったらわかるよ、お願いして。俺は出たいと思ってるのは枠で言ったの本当だよ。ただまだ俺からはお願いしてねえんだよ。ふざけんなよ本当に、マジで。じゃあさ小規模でやれって言うんだったら、俺だって小規模でやるんだったら楽だよ。そんなんいつだってできるよ。そんな小箱なんか3万とか5万とかで借りられるんだから。でもそれじゃ意味ねえじゃん、うん、おかしいよな本当に。ナーシー帰りましたよ、お疲れ、うん、挨拶ありがとう。いやもう考えらんねえよマジで。もう我慢の限界なんだけど。俺が言ってないことを言ったように見せてさ、で自爆してるだけじゃん。で人のことこき下ろして悪くしてるだけじゃん。てめえが全部撒いた種じゃん。オフ会に呼んだ、自分がちょっかい出したリスナーをオフ会に呼んでよ、でオフ会の後にほったらかして妻にあんとイチャイチャする配信やってよ、くせえ台本で、で女は泣いててよ、俺がフォローしてよ、そのリスナーさんをよ、でパコったなんて俺一言も言ってねえよ。そんなの放送でそんなプライベートなこと暴露するわけねえだろ。傷つくリスナーさんがいんならいいんだから。でプライベートで iTunes でイヤホイ、ふざけんなよ本当に。舐めすぎだろ。てめえの性欲満たす道具じゃねえぞリスナーは。てめえに花火送る道具じゃねえんだよ。散々こき下ろしやがってよクズが。クズだよ、呼ばねえあんなやつ、ゴミクズが。企画のことは別に何言ってもいいよ。配信者だから、それくらいの覚悟でやってるよ。今、おめえの、てめえがちょっかい出した女の話なんか関係ねえだろ。いや、クズすぎるだろ、いくらなんでも。俺、7で泣いてんの見たかんね。
関係あんの？仕事の話に。別に企画のことで怒ってないよ。別に真っ当な意見言ってると思うよ。だから、はっきり言ってドレさんが言ってるルール古いんだよ。もう企画の概要全然変わってるわけじゃん。こうやって企画の概要全部変えてるわけだから。そうやって、便所さんの意見も取り入れてるし、海老蔵さんの意見も、よっさんの意見も、ゆいがさんの意見も、素直に聞いてると思うよ。で、それでも難しいと思うよ。身の丈に合ってないことだと思うよ、俺は、やってることが。でも成長したいからトライしたいと思って頑張ってるんだよ。別にこき下ろしたけばこき下ろせばいいよ。イベントってそういうもんだと思ってるから。てめえが女のちょっかい話してたなんて知らねえよ、そんなの。虫巣が走るからそんな話すんじゃねえよ。女のことで切れたんだよ。女のことで言ってんじゃん。俺がちょっかい出した女こすったよなって。いや、こすってないけどって。俺が怒ったのはそこじゃねえよって。自分のね、オフ会で行きたくねえって言ってたり、手出した女呼んどいてだよ。で、二次会のケアもしないで、自分で売名かって、散々生主集めて。てめえの道具じゃねえぞっていうことで怒ったわけじゃん、前回。で、なんだ今度は。俺がちょっかい出した女のことでこすってたじゃねえか、おめえって。こすったことなんか一回もねえよ、俺。てめえが今ベラって、都合悪くなってるだけじゃねえかよ。クズだよ。クズ。いや、もう絡まねえ。もう二度と絡まねえ。もう。二度と絡まねえ、あいつと。ダメだよ。ゴミだよ。イベンターが切れてるわけじゃない。もう人として切れてんの、俺は。イベント話まだ振ってねえから、俺。掘り返してきたの、あいつだろ？過去の話を。俺だから敬語使ってんじゃん。こんばんはっつってんじゃん。ご無沙汰してますって。イライラしてたけど耐えてんじゃん。イベントのこと誤解があったから、自分の思い伝えようと思って、普通に対応したよね。交渉の余地なんかねえよ！ゴミクズが！てめえと話すことなんかねえんだよ！女にちょっかい出してよ。若え女にイヤホイだ。ふざけんなよ、この野郎。てめえとなんか絡まねえよ。交渉の余地なんかねえよ、クズが。ねえよ、そんなもん。何人のこと悪者にしてよ、自分が正当化しようとしてんだよ。てめえが女泣かせてんだろ。てめえがちょっかい出して、てめえがケアしねえでよ。ちげえ？俺が言ってること違う？で、こすられたって言ったんだよ。俺話題出したか？ドレさんが手出した女で。ある？俺そんな話してねえよ、一回も。いいよ、どっちもどっちで。イベントのことはイベントのことで、俺が切れてんの別件だから。俺は別にイベントのことをとやかく言われるのは別に何でもいいから。それは仕方ないと思ってるから。そんなん結果さ、失敗したら俺の責任だし、余計叩かれればいいし、成功したら見返すことができるわけじゃん。よくやったな、和道って言ってもらえるわけじゃん。だからどっちに転ぶかは自分次第だからさ、そこは意見は謙虚に受け入れていくよ。うん、そう。本当にプックブーだよな。どうしようもねえよ、マジで。だからもう分かってねえんだって、バカすぎて。バカすぎて。俺が切れてんのどこか分かってねえんだよ、振ってんが。だからもう論点ずらしでしょ、得意の。なんで俺が悪いの？なんで俺が女のさ、俺つついた？全然分かってないでしょ。俺さ、オフ会の時に手出したかどうかなんか俺その時点で知らないんだけど。なんで俺が知ってるの？初めて会う人がドレさんのパコった女だって。どうやって知るの？俺、カー君と普通にキャスバーで飲んでただけだから、カー君証言してくれるよ。間違いなく。カー君ずっといたから、カー君現場にいたから知ってるから。俺、こすったか？
てめえが女のことで炎上してるだけじゃないの毎回。うん、いやーもう関わりたくねえマジで、偉そうで。あれ完全に墓穴でしょ、うん、なんであんなやつが正論なんか済ました顔でさ、なんかその大人の意見みたいなこと言ってんのかもわかんねえよ。もう全然大人の意見ぶってるっつうか、切れるだろう人として。間違って濡れ衣着せられたんじゃないですよ。事の経緯を話すと、僕ドレさんと喧嘩してたんですね。でそのいろいろあったんですけど、簡単に言うとオフ会でその行きたくないって言ったのに何回も呼ばれて、で結局行ったんですよ。あので行って二次会に流れたんですね、ドレさんと別れて。そしたらなんか因縁ふっかけられたんですよ。で現場にいたドレさんのオフ会の人も偶然そこに来たんですよ、後から。で泣き出したんですよ、ドレさんと妻にあのイチャイチャしてる放送を見て。でもう何なのとか思ったよ。俺普通にプライベートで楽しんでるだけなのに。そうで、そう、それを俺がこすったって言われたの、しげえからって。だったらもう別の日にやれよっつったの。俺はスバニャンと台本組むんだったら別の日にやってくんないって、気分悪いからって。行きたくもねえオフ会に無理やり行って金払わされて、そうで文句言われて、それで怒ってたの。まず俺の怒りそこね。で今日企画の話で反論があったの。俺は自分の意見聞いてもらいたかったの、口説きたいと思ってたから、ドレさんに出てもらいたいと思ってたから、俺は話がしたかったの。そこ違うんすよって、こういう思いでやってるんすよって、それはドレさんにちゃんと伝えたかったのね。だからその話は置いといて、誘うとかじゃなくて、まず企画のコンセプトとかを話したかったのよ。そしたらあいつが、おめえてめえよって、その前によって、俺のやった女とかでこすってきたよな、てめえやってんじゃねえかよって、俺こすってねえよっつって、それでその話ぶり返してガキだって言われてんだよ。どっちがガキだよ、うん、どう思います？普通に切れるっしょ。しかも散々人の企画にさ、ちゃちゃ入れられた後に言ってもねえこと言ったって言われてさ、企画とは関係ないこと言ってきてんだからさ。だからその女の話はするつもりなかったじゃん、本来だったら俺から言いたかったよ。だけど相手の顔立てるためにさ、俺は話題にも出してねえじゃん、出してなくね。いやその前に女の話があるんだけどとか、前回の話、俺水に流してんじゃん、めめしいんだよ、めめしいんだよ、ぐち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 過去の話我慢して敬語も使ってんじゃん。そうで自ら暴露して俺に疲れたの、俺そんな話知らねえよって、俺言ったこともねえし、その人にバコったなんて言われてないよって。そしたら急にディスり始めたから、ふざけんなっつったの、てめえクズだよっつって、人のせいかっつって、で俺ガチャって切ったの、もうめんどくせえっつって。それは頭くるっしょ。それはだから自分がやましいことをやってたから、疑いの目で俺を見ててディスってたわけじゃん、違う？俺そのパコったリスナーなんか知らねえよ、正直わかんねえわ。それでもガキだって言われるならわかんねえわ。イベントにはもちろん協力してもらいたかったよ、大手だから。でももう無理だわ、あの人とは無理。すげえ傷つく。もう別に俺からお願いしてるわけじゃねえしさ、勝手にさイベントの話題出してんだから。好きにすりゃいいじゃん、もう別におもちゃにしたきゃおもちゃにしろよ。合わない、俺とは合わないわ。なんかちょっと尊敬してた分なんか残念だけどね。もう女にだらしなすぎる、女のことでペアペア言う男とか俺大嫌いなんだよ、めめしくてよ。いくつだよ、女がどうとかモテたいとか、くだらねえわマジで。くだらねえよ、
もう人の悪口とか大嫌いなんだよ俺。別に年齢は関係ないかもしれないけど、女のことでグダグダするやつ嫌いなの。プライベートでやれよ。知らねえよおめえがどこと誰と付き合おうがよ、俺に関係あんのかよ。ねえよな、別に興味ねえわ。いや恩着せがましく言うの分かってたけど、そこは背に腹は変えられないし、力持ってんのは間違いないっすから猫さん。そこは別に俺はピエロになろうとは思ってたの。別に力あるのは認めてるし、集客力もあるし、喋りもうまいよ。だからお客さん喜ぶならそれでいいと思ったの。別に後であれはなかったよねって、まあ絶対に言われるからそれは。うん、後でギャラがどうとかさ言われるのもしょうがないと思ってるけど、そのイベントが成功したらリスナーさん喜んでもらえたら万歳なわけじゃん、結局来てくれた人が。うん、釈迦お風呂。こすったっていうのは俺がそのいじるっていう、いじるに近い。でも俺その女のリスナーさんがドレさんとパコったなんて聞いてねえもん。なんで俺が謝んの、なんで俺が謝んの。向こうが勝手に勘違いで切れてきたんだよ、しまじろう。なんで謝んの俺が。なんか悪いことした、なんか悪いことした、しまじろう。俺何をしたの言って、しまじろう。何俺が悪いの、何を謝んの言って。何を謝んの、何を謝んの俺が。何を謝るの、何を。あえてピエロになろうじゃねえよ、クズとは付き合わねえっつってんだよなあ。何を謝んだよ言えよ、プライドねえのかよお前には。何を謝んだよ言えよ早く言えよ。お前よ、しまじろうよ、女泣かせたクズ目の前で見せられてよ、女泣いてるところ見せられてよ、おめえがこすったんだろてめえ、おめえ散々女、俺がパコった女ディスったらしいなって言ったらしいよな。でお前しまじろう言われて何を謝んだよ、お前、お前が言われたらどう思うんだよ。おい何をお前だったら謝るんだよ言ってみろよ。お前だったら何を謝んだよ言えよこの野郎。言えよ早く、何を謝んだよ。俺は女のことでキレてんだよ、女関係ねえんだったら女の話すんなって言えよ。俺が女の話出したかよ、俺が女の話出したかよ。俺出してねえだろ。間違ってます?言ってること。普通に切れるのが普通なんじゃないですか?オフ会に行って行きたくねえっつってんのに、断ってんのに、3回も断ったのにオフ会行かされて、行った挙句ディスられて、で、こすってもねえのによ、こすってもねえのによ、どう思います?お前、俺がパコった女なんでお前こすってんだよって。こすってねえよ。口出してねえっつってんだよ。俺から話題出したんじゃねえよ。俺から口出してねえよ。向こうが話題に出してきたんだよ。イベントの話さん関係ねえわ今。オファー出してねえんだからよ。熱心してんだろ。大嫌いなんだよ俺熱心して過去の話するやつ。くだらねえ。いやもう絡まないからいいっすよ愛国さん。もうげんなりしたわ。げんなりした。
マッサン落ち着くよ。だから論点すり替えてんでしょ。都合悪い女の話疲れたくないからイベントのディスに持ってってんでしょ。だそういうやつなんだよ。うん、やめるやめる。うん、ココさんありがとう。ごめんね。汚ねえよ。汚いのは別にいいけど、関わりたいと思わねえ。うん。すげえイライラする。だから女にもそういうことでしょ。自分の都合が悪くなって好きだよとか言ってさ、パコってさ、結局捨てたら捨てたでさ、捨てられたり関係悪くなったらさ、結局悪口言う人なんでしょ。いやどうだろうね、わかんねえ。もうどうだろうね。そう、コーヒー買ってくるわ。そこおやすみ。コーヒー買ってくる。ごめんね。どうなってごめんね、リスナーさん。ごめん。うん、リスナーさんごめん。ちょっとコーヒー買ってくるわ。
あんまり落ち着いてないかな。あーもう本当にぶん投げて向いてねえのかな。いや人望ないのは事実だからさ、そこはイベントするのまだ早いっていうのもそうだし、ピンでやってた方がいいのかなって。いやもうドレさんの話いいや、ああもう心折れそうだよほんと。弁当送ったよ、大丈夫だよ。ねえ30万ぐらい赤字覚悟でやっててもさ、ねえうまくいかなくてさ、金30万払ってさ、ディスられてさ、向いてねえわまあや。ピンでやってた方が別に稼げるもんな。いやだからこんだけストレス抱えてバカバカしいもんな。向いてねえな本当に。だったらね、仲いいメンツで普通にトークイベントやってればいいだけだもんな。そうね、コブラさんそうね、とか出てくれる人には謝るわ、めんどくせえもう、全然面白くない、やめるわ、やめる。明日は浴び入れるわ、めんどくせえからやめる。やってて意味ねえもんこんなの。あアメリカ人悪い、あ後で連絡するわ。いいよ別に言われて、何言われんの、別に慣れてっから、めんどくせえわこんな。別にリスナーさんが言う分には構わねえけどさ、あのなんだろう、とにかく言いたいだけじゃん。もう身の程を知った。いややめるよ、向いてねえわ。いや逃げだよ。いいよ向いてねえ、勉強になったよ。新八丁に詫び入れるよ後で、アメリカ人と辰彦とか解放とかに。いやもうイライラする、もう。いやどれのせいにしてないよ、俺の人望がないだけ、どれ関係ない、どれの話じゃない今は。
そうだね、器の問題だね。力不足でした。ごめんなさい。明日関係者には謝ります。すいません。向いてないっす。申し訳ないっす。ピンでやっていきます。向いてなかった。申し訳ないです。すいません。いや、その程度でしょうがないですよ。逆、人イベントにね、出演するメンツが集まんないんだったら企画流せないですよ。まあしょうがないですね。だからそんな中でもね、二言返事でね、出るって言ってくれた人さ、いっぱいいてくれんで、いっぱいいてくれたんで、そういう人たちに本当に頭下げます。本当申し訳ないです。すいません。応援してくれて、応援してくれたのに。いや自分のファミリーでやるんだったら別に告知する必要ないんで、うちはうちはで勝手にやりますよ。普通に企画やるだけなんで。いや、力が足りなかったんで、はい。人が集まんないので、あのキャパでは無理っす。すいません、本当に。いや、本当、別に全部自分のせいなんで、自分のキャパオーバーなんで、力がなかっただけなんで。いやもうしょうがないですよ。でも結賀さんとか海老蔵さんとか弁蔵さんとか親身になってアドバイスしてもらって、で深夜長とか和道がやるっていうんなら絶対協力するよって言ってくれたのも一生忘れないんで、辰彦とかさ、解放とか、アメリカ人とか、ゆうゆうとかさ、謝罪するんで。弱いですね。いやもう本当自分の力不足です。すいません。このままだと出演してくれる人に恥かかせることになるんで、人入んなくて。すいません、本当力不足で。申し訳ないっす。
そうっすね。ちょっとあの頑張ります。すいません、本当に。おやすみなさい。くるくるさんすいません、本当に。ごめんな、アメリカ人、本当に。なんて言うと思ったかバカ野郎、やるに決まってんだろ、どれ抜きでやったるわボケボケ、やったるわボケ、クソが、てめえなんて呼ばねえわ、二度と二度と呼ばねえわボケ、カスが意地でもやってやるわ、赤字なんて上等だわこの野郎、150人埋めればいいんだろこの野郎、てめえがグダグダやって出ればよかったっていうイベント作ったろボケ、なめんなよこの野郎、こっちは4年も配信やってんだよ、てめえとちば最前線でよ、クソが、やるに決まってんだろカスが、バカが、消えろクズ、客一人の前で大爆笑させてやるわ、一人しかいなかったらクズが、アホが、後で管巻いて出させてくださいとか言うなよ、かっこ悪いからよ、おいどれ管巻くなよ、おい管巻くなよ、おい、香川さんから
OK いただいてますから。後で発表しようと思ったけど、香川さんから OK いただいてますから、大手さんから続々メールで、クズが。めちゃめちゃ盛り上げたるわ。てめえみてえなゴミなんて呼ばねえかんな。裏で動いとるわ、ちゃんと。ねえ、リナネコも協力してくれそうだったしね。俺らで盛り上げようぜ、演座で。ギャー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 騒いでろ。吠えてろ。なあ、ゆいがさんだってな、前向きに検討するよって言ってもらえたしな。そうだね。4桁を2年以上キープしてる。だから香川さんとかね。なあ、頑張ろうぜ。頑張ろうぜ。絶対成功させるから。頑張ります。花火ありがとうございます。花火ありがとうございます。頑張ります。頑張ります。のりゆきさんは声かけてないですね。のりゆきさん声かけてないです。チャレンジャーで出ればいいじゃん。チャレンジャーで無料なんだから出ればいいじゃん。賞金5万円欲しかったらやるよ。おい、どれ、チャレンジャーだったら出してやるよ。おめえの喧嘩術会場でやってやってもいいぞ、俺が直接。おい。てめえによ、150人の前で恥かく勇気があるんだったら、てめえ俺指名しろよ。てめえは特別に俺会場で煽ったら出てやるよ、この野郎。喧嘩術でパネル出せよ。ボロボロにしてやるよ。5万円、いや、5万円もくれてやるよ。150人の前で恥かくから逃げるけどね、こいつは。絶対逃げるけどね。出れるもんなら出てみろよ。なあ。全然受けてやるよ。なんで俺が言うんだよ。こっちは主催だよ、バカ。出たかったらお前連絡してこい、ゴミが。なあ、目の前でボッコボコにしてやるよ、150人の前で。そう思わない？なんでてめえにギャラ払うんだよ。出たかったらチャレンジャーで出ろ、ボケ。てめえに払うギャラなんかねえんだよ。言うことなんかねえよ。俺から話なんかねえよ。言うことなんかねえよ。直接。出たかったら電話かけてこい、バカが。しょうもねえ。俺から言う話なんかねえよ。コーヒー買ってくるわ。なあ。出るんだったらいいよ。俺司会だけど、てめえで喧嘩突でやってやるよ。目の前で。ゴミが。てめえが女にどんだけだらしなくて全部めくってやるからよ。なあ。コーヒー買ってくる。
着いた今。ついだ今、ミョルンさんいらっしゃい。リカちゃんいらっしゃい。ありがとうございます、ハンクさん。ありがとうございます。コーヒー飲むの早い、イライラしちゃったかんね、テクテクね。ごめんごめん。3万が来たら夢あるよな。まあそんなことは起こらないと思うよ。うん、そんなことは起こらないと思うよ。でもどちらかっていうと、その俺はその香川さんね、あのギャラとかの交渉でね、あれだったから、香川さんにそのね、 あの支援じゃないけどさ、なんか俺に支援するんじゃなくて香川さんに渡してほしいっていうのあるけどね。俺は自分のイベント成功するために香川さんにねギャラをお支払いする立場だから、やっぱり香川さんのさ、あのリスナーさんは香川さんに支援するのが俺は筋だと思ってるから、なんかね、あの遺恨も残したくないし、うん、すげえお気持ちはありがたいんだけど、やっぱそれが一番いいと思うの。みんながみんなそれぞれ演者が協力し合って、で集まって。そうですよね。でも本当お気持ちでいいっすよ、花子さん。本当にあのなんかもしよかったら、あのイベントに顔出していただけたりするだけで、あの本当に嬉しいんで、はい、ありがとうございます。お気持ちが嬉しいです。あとそうだね、リナ猫からの連絡、多分そのね、出てくる出演するさ人数が変わってきたり、メンツが変わってきたら、どんどん盛り上がっていくと思っていくから、あこの人出るんなら出たいっていう人も必ずいると思ってるんで、あの少しずつ少しずつ積み重ねれば絶対先が見えてくると思うんで、もうちょい頑張ります。あ、ぜひぜひよろしくお願いします。150、初イベントで150はめちゃめちゃハードル高いけどね。でもさ、俺なんかその松本人志の滑らない話を例えに出したことなくて、どれさん間違ってんなっつうか、なんか話分かってねえなって。どちらかっていうと一本グランプリとかさ、漫才とかの企画なわけよ。でお笑いも価値観なわけじゃん。お笑いもさ、人見る人によってってことでしょ。でもその中でなんでトーナメント番組とかザ漫才とかさ、 M1 とかが成立するかって言ったらさ、そう、形のないものでも競い合ったらさ、競い合ってナンバーワン取ったりとかさ、若手が頑張ってさ、あまだ完璧な、そうメンツが決まってから完璧な詳細出すんですけど、まだ確定ではないんですよ。今そのロフトさんともお話をしていく段階なので、一応今抑えようと思ってるのが、あの東京の新宿のロフトプラスワンっていう箱なんですけど、そこで11月の末にやろうと思ってるんですけど、まだ抑えてるわけじゃないですね。仮押さえをさせていただいてる段階なんで、あの正式に決まったら、あのご連絡の方をさせていただきますので、放送とかツイッターとかで、まあちょっとこれは仮の段階なので。東郷さんすごいからね、本当にすごい人だから、あのちょっと恥ずかしいよ、自分みたいな、あのね、便所さんと組むようなすごい人だから、東郷さんとお話なんてとてもとても、うん、まずそれこそ自分でやってみてっていうところだと思うよ。本当のプロのイベントだから、東郷さんは。
ああ、ミリチンありがとう。ミリワンチンさんかな。ミリチンでいいのかな。ミリチンありがとう。まあ、でも、ディスり、人のことをディスってる人ってさ、全然ダメだと思うから。いいよ。人のことをこき下ろす人はほっとくよ。なんか出てくれる仲間が本物だと思ってくれる、本物だと思ってるから。だってさ、新野鳥なんか二言だよ。和道って。一言だよ。和道って。和道がやるんだったら出るよって。一緒に成功させようなって。かっこよくない？で、ギャラのことも変更があるかもしれませんっつったら、ギャラなんていらないんだよって。成功してからだよ、そういうのはって。イベント盛り上げて、リスナーさんを喜ばせて初めてギャラの話でしょうって。俺らプロなんだからって言ったの、新やつと。すごくない？俺らプロなんだから、お客さんを楽しませたら、そんなの後からついてくるんだよって。初めてのイベントなんだから、仲間だから協力するよって。一緒に作ろうよって言ってくれたの。俺めちゃめちゃ泣きそうになったもんね。かっこよすぎるっしょ、新やっちょ。で、すぐ拡散してくれて、みんなで応援しようって言ってくれて。絶対忘れねえわ、俺、新やっちょのこと。便所さんもさ、すぐにさ、相談乗るから待っててなーって。枠わざわざ開いてくれてさ、こうした方がいいよ、ああした方がいいよって。で、ギャラの件とかまたまとまったら送ってきてって、概要って考えるからって。ただ今の段階では出れないから、もうちょっとブラッシュアップして内容とか決まってきたら、連絡くれなって。海老蔵さんもさ、こうした方がいいんじゃないって。和道さんのお客さん喜ばせるんだったらこうした方がいいんじゃないって。だって結賀さんもさ、おおロムってたよって。ハードなんかイベントやるらしいな、お前って。あれじゃダメだよって。こうした方がいいぞって。リスナーさんこうやったら喜ぶぞって。現場のお客さんだけじゃなくて、ネットのお客さんも大事にしろよって。すごくない？俺普通にかっこいいと思うんだけど。出てやるよっていうのはなんかすげえ気分悪い。じゃあリスクを負うのかよっつったらさ、こっちがギャラ払ってさ、こっちがさ、舞台用意してさ、こっちがチケットさばくわけじゃん。なんで出てやるよって。もう企業案件に対してその態度なんだって話じゃん。どう思う？まず俺話も振ってないのに。話も振ってないのに。ゴミだろ。ああ、風船ありがとう。何が出てやるようだよ。ギャラ払うのこっちなんだけど。まず話振ってねえし。勘違いすんなよ、ゴミが。金のありがたみ忘れてんじゃねえの？花火上がりすぎて。頭湧いてんじゃねえの？なあ。おはよう、かちゃん。バーガーありがとう。予算はね、お断りがあったから、予算にはアタックはしないかな。なんか予算がやっぱ出てみようかなって言ってくるようなコンセプトとメンツ、メンバーを集めてさ、あ、これなら出たいわってなってからじゃない？ちょっと話題が出たりとかさ、もしくはこっち側が自信あってとか、集客の見込みがあってさ、もっとギャラ高くお支払いできるのか何なのか分かんないし、ひまわりの人たちがさ、いや、和道の出てみれば面白そうだよっていう流れになったりとかするようにしないといけないと思ってて、一回お断りされたっていうことはさ、やっぱりダメなんだよ。パルバルは誘ったけどね、断られた。パルバルはね、僕雑談配信者じゃないんでって 言ってたよ。パルバルはね、出ないって。ちゃんと返事もらえたよ。誘った。雑談配信者ではないって。ただ丁寧に、また何かあったら、自分に会う機会があったら誘ってくださいっていう風に返事来てくれたよ。普通に丁寧に。そう。
雑談系配信者じゃないから、その雑談うまくできないんでって、自分に合う企画あったら声かけてくださいって言ってた。で、なんかあったら俺も呼んでねって。ヒカルくんはね、連絡してるんしたんだけどね、既読がつかないかな。ヒカルくんはね、ぜひ誘いたいなと思ってるんだけど、連絡がつかないね。あ、ともちゃん、ありがとう。あ、決断のスピードは速い方かもしれないね。やっぱね、パルパルとかもすぐ二言返事だし、ね、光、深夜町とかも二言返事だしさ、やっぱ、なんつうんだろう、迷うっていうことはさ、やっぱりあれなんでしょ。まだやるタイミングじゃないってことなんだろうね。信頼関係ができてないとかさ。二言返事は気持ちいいよね。かっこいいし。黒船用意しないとな。俺結構そのワンワンが出てくれるって言ってくれたのは嬉しかったんだけどね。ただまあ予算ね、ダメになっちゃったからさ。ここはまあ俺の不徳の致すところですよ。深夜町めちゃめちゃかっこいいよね。まあ長くね、配信界に携わってる人だから、配信のことをもう完璧に、なんつうんだろう、理解してる人だから、やっぱりその人を大切にする人だよね、深夜町は。ニコ生勢からの黒船、やっぱそのふわってツイキャス、ニコ生ってさ、バランスよくさ、言いたらそのリスナーさんも楽しめるのかなって。知らない人も見てもらいたいし、知ってる人も見てもらいたいっていうのあるよね。そう、同時に楽しんでもらいたい。気持ちとしては諦めてないけどさ、やっぱりさ、現実的にブッキングってさ、合う合わないってあると思うし、やっぱり配信者って個人個人の考えがあるからさ、番組なわけじゃん、企画でイベントなわけじゃん。だからやっぱりその企画に合う人とか、そのいいねってその賛同してもらえる人にやってもらいたいっていうのが俺の気持ちかな。なんか協力するよとか、企画も内容も考えるよとかさ、そのなんつうんだろう、俺も全然未熟な部分多いからさ、そのアメリカ人とかもさ、いやー考えましたよって言ってくれたしさ、すげえ嬉しいんだよね。いやー、それがね、もうね、本当にね、みーこさんね、
うなされるんだよ夢で。昨日なんかずっと夢でさ、このそのロフトプラスワンでてんでこまいな夢見てさ、誰々が来てませんとか、うわーみたいな、うんうんってうなされて、あって起きて、あ夢だと思って、冷や汗ダラダラだよね、うん、それくらいなんかもう、あの頭痛くて胃が痛いよね。柱になる人、どうだろう、新八所もやっぱり有名だしね。うん、ゆうゆうはね、やっぱり辰彦がピンでやりたいというか、奥さんのネームバリューを頼るんじゃなくて、自分も配信者としてチャレンジしたいって言ってくれて、だからそのゆうゆうじゃなくて辰彦として行くっていう、奥さんも出たらって言って、あ出るって言ってくれたんだけど、多分観客席にいるんじゃない、物販席とか分かんないけど、うん、だからステージに上がるのはバブー辰彦で行くって言ってて、俺かっこいいなと思って、それかっこよくない、バブー辰彦ピンで行くっていう、なんか一皮むけたなっていうか、配信者として自信ついてきたんだと思って、結構かっこいいじゃん。最近閲覧も集めてきたからね、だんだんね、多分配信者としてのプライドが出てきたんだと思うの。なんかすげえかっこよかったね。だからオッケーっつって、うん、なんかすげえ配信者としてなんかすげえいいなと思って、うん、かっこいいよね。だからゆうゆうは多分まあ会場には来ると思うけど、奥さんだからスタッフで来るのかどうなんかは分かんないけど、会場にはいるんじゃないかな。雑談で一番力を問われるからな。まあ雑談って言ってるけど、時間が決まった中でフリートーク、お題とかもこっちで用意するわけだから、全然いけると思うよ。写真で一言とかも入れるわけだし。その辺はもちろん、そのメンバーが決まっていったらさ、どんどん刷り込んでいくし、だんだんブラッシュアップしていってるから、最初はその大手だけでやって、大手の中でナンバーワン決めるっていうコンセプトだったんだけど、そうじゃなくて、その、なんだろう、大手にチャレンジするっていう本になったから、若手が。そこは見応えあると思うよ。うん。客をどんだけトークで沸かせられるのかっていう。お題を与えて対マンでディベート的にやっていく感じなの？そう、ディベートっていうわけじゃないけど、そのターンがあって、その例えば、カミングアウトの、こうテロップがいくつかあるの。そのお題が。で、その挑戦者は、じゃあ、喧嘩突然って言ったら、その、待つわけよ。自分のチームの中からこう出て、お題決めて、じゃあ、俺が行くわって。例えばアメリカ人チームの中からアメリカ人が行きます。何々選択しますって。で、そうすると、楽屋から大手が、誰かが出てきて、5人の中から。で、喧嘩突だったら、カーンってなったら、その場で3分間喧嘩突みたいな。リアル喧嘩突。とか、あとそのフリートークで、つったら、じゃあ先行後攻どちらにしますかってコインとかで決めて、先行つって、滑らない話とか、まあ、写真で一言だったら、僕が、じゃあ行きます、ででんって、はい。写真で一言っていうので、ピンポンみたいな、そういう感じかね、うん、そう挑戦者がいくつかあるテーマから選んで、大手にチャレンジをしていく。で、そのチャレンジャーの方は3人まででチーム組めて、その何回出場してもいいし出なくてもいいの。だから得意なメンバー、喧嘩とつこいつ得意だからこいつとか、その1人が出てくるっていう、別に連続して1人で全部で戦ってもいいっていう、そういう感じですね。大手さんは5人です。で、そのチャレンジャーは出場者を決めると、チームの中から。で、1回でも負けたらもうその場で賞金没収、アウトで帰ってもらうのね。で、そのチャレンジしないで何回勝ったかでその賞金もらえ、マックス5回連続で勝ったらその場で5万円お渡しするっていう。で、
チャレンジャーは自分で決めてお題決めたら誰が来るか分かんないの。だから5人の大手の中であいつだったら誰得意かなって楽屋で話して、音楽流れて会場にいきなり現れるっていう感じだから、その新人は対戦したい相手とかいたら何々さん出てこいよとか言って煽るみたいな。そう、いや何々新野手指名しますとかさ、そうそうそう、司会は僕がやりますね。サポートのね人がいたらね助かるね、うん、できるならガチで勝てるメンバーを組んで勝ちに行きます。楽しみしてるよアメリカ人、うん、中西マン喋りうまいかんね、プロの芸人だかんね元ね。中西マンがその滑らない話をぶっ込んでくるのを楽しみしてるから、いきなり。だからそのテロップとかも決める、7個にするのか5個にするのかとかいろいろ考えてるね。喧嘩突は本当に強い人がやるのが面白いんだけどね。花屋さんとか沢さんとか。ねえ、そうだよね。だけど、その、新人が誰かに挑む、指名して挑むっていうのは面白いと思って。指名したから出てくるっていうわけじゃないんだけど。そう。だからその、大手の中から、その、ナンバーワンを決めるっていうコンセプトじゃなくて、その、大手に、その、新人が挑むっていうか、新人ってわけじゃないけど、その、大手に中堅とか過疎とかが挑めるっていう企画、うん、そういう感じです。で5連勝したら表情賞状と5万円その場でプレゼントみたいな。だから1人で出た方が賞金はいいよね、うん、だからその大手さんにその自分のネタとか実力を披露する機会みたいなのが作りたいと思ってた。いやー、中新シマンとアメリカ人の絡み昨日面白かったよ。で喋りのテンポがやっぱ芸人さんはいい。そのトン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 みたいな、そのうまいよね。顔芸挟んできたりとか、あ、プロだなと思ったよね。喧嘩突ってあんまり好きじゃないけど、嫌いでもない人といきなり喧嘩できるもんだよ。それが面白いんじゃん。その喧嘩突のテロップを選ばなくてもいいのよ。だからその得意なジャンルを選べるっていう感じかな。例えばフリートークとかさ、カミングアウトっていうコーナーを選んだら放送では話してない。はい、ででん、はい、カミングアウトでーすって。じゃあアメリカ人さん、カミングアウトを選びました、チームは誰が出ますか。あ、僕が出ます。あ、アメリカ人さんですね。さあ、大手配信者の中で今ミーティングが行われています。さあ、誰が出るんでしょうか。ちなみにアメリカ人、誰が出てきてほしいですか。誰々さんですねつって、誰々さん来るかなつって、バン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 とか音楽流してこう入ってきて、でおーみたいな。それでは第1回戦のルールを説明させていただきますって。配信外で話していないようなカミングアウト話を1人1分半で話してもらいます。それでは先行後攻を決めてくださいみたいな、そういう流れかな、だいたい雰囲気としては。なんとなくつかめた、みーこさん雰囲気湧いたそういう感じ。あ、防衛大臣さんフォローありがとう。ねえ、ジェダイさんにも出てほしいよね。そう、嘘、配信してる？嘘。まあまあ、でも配信中に邪魔になるからいいよ。配信中に邪魔になるからさ。うん。後で連絡来ると思うよ。メールはしてるから、うん、だからそのなんだろう、チャレンジャーが有利なのはお題は先に渡しておくから1ヶ月も2ヶ月も寝れるわけよ。とっておきのネタを披露できるわけ。でも大手配信者が有利なところは経験値があるところと、その選べる、あ、後発で選べるわけじゃん。あいつこれ苦手そうだよねっていう、この対戦者っていう、後発の有利性と先発の有利性っていうのがある。例えばさ、その滑らない話を連続で次のチームに選択されていったらさ、各のあたつ次のチームにどんどん選択されていったらネタがストックが切れてくるわけだ。だから多分順繰り順繰り回していくわけよ。だからお客様としては大手配信者のトークがメインで見たいわけだから、そのいろんな人のね、被ったら被ったらいろんな人の話聞けるしだんだん大手はネタ切れになってくるっていうところもミソ。それで引き出し何個持ってるのかっていう。
で、挑戦者はとっておきの2ヶ月3ヶ月練った企画をバンって大手にぶつけて、観客にぶつけて、そこで支持をされるのか。うん。たくんはどつね、うん。そういうところが見どころだと思ってる、俺は。あのね、雑腕グランプリじゃなくて、雑腕グランプリはその前の雑談ナンバーワンを決めるっていう企画だったから、多分ねタイトル変えて、ね、今リスナーさんに言われてるのはしゃべごろっていう企画にしたらって言って、しゃべごろ。 K さんフォローありがとう。でもね、便所太郎さんに怒られるからやめようっていう話にしてんだけど、捨てごろ、捨てごろにかぶせて、しゃべるごろ、しゃべりの喧嘩でしゃべごろっていうイベントにしようっつって。あの、それは笑ったよね、リスナーさんの案なんだけど。しゃべごろはめちゃめちゃいいよね。なんかそのしゃべる時期みたいな、しゃべごろっていう意味もあるし、だけど あまりにもちょっと便所さんの名前にかぶせすぎてるからどうなんだっていう。となるだけのやつ出しても面白い意味ないと思うんだよね。内容のやつは選ばないとね。内容のあるやつ。まあ、でも喧嘩突然盛り上がると思いますよ。絶対揉めさせないんで。まあ、滑っても絶対大手がうまくやるっていうのは分かってるんですよ。喧嘩突って素人がやるわけじゃなくて、素人が大手に挑むと、実は下手なやつほど面白いんですよ。あの、喧嘩突見てみるとさ、下手なやつがかけてる方が面白くない？だから多分面白くなると思いますよ。大手側の人がスキルを持ってるから、その辺は全然安心してますね。その実力差が出る、うん、そう和芸の殴り合いって感じね。そうで、その他ジャンルで一番その喋りうめえやつ誰だみたいな。でもね、今考えてるのはネタっぽいのもう入れようかなと。顔芸はどうなんだろうとか、その例えばさ、キャラ推しの人とかいるじゃん。だからそういう人も入るようなテロップとかも入れた方がいいんじゃないかなと思って。でもその場合、演者さんが決まってから、その人、演者さんが NG なやつとか出るとあれだから、その辺はねまだ煮詰めてないの。次の演者が確定していったらどうしようっていう風に考えてる。うん、ぜひぜひ、あの、チャレンジャー大体15組ぐらい用意しようと思ってるのね。だから、もし、あの、いい人、なんか、企画に向いてそうな人いたら紹介してください。あの、ね、あの、ワドに連絡してみればって言ってもらえれば、あの、お話しさせていただくんで。ポンちゃん、あれでしょ、ギャラドスでしょ、ギャラドスでしょ、あれ、伝説の試合だよね。ギってやつでしょ。そうそう、ああいうのが面白いと思ってたよ、俺は。だからね、その、なんつうんだろう、本気の喧嘩じゃないけど、そのプロの技術を見てほしいの。大手さんが、これ技術だったんだっていうのがわかるから、即興でやると。うん。そう。面白いよね。俺も大好きだよ、あれ。うなちゃんマンのいなし方が最高に強いんだよね。絶対大丈夫、そこは。だってその大手になる人ってやっぱりそのある程度喋れないと見れないっていうのはリスナーさんもわかるじゃないですか。で、実は技術なのね、これ。それをそのもっとそのあ、これテクニックでやってるんだっていうのをなんか見てもらいたいと思ってて。泣ける話いいね。泣ける話とか怖い話も入れ、怖い話尺の問題があるからな。うん、いいね。腹が立った話とかね。いいね。さすがアメリカ人、企画力あるね。うん。あ、それいいね。泣ける話とかね。ネトプリ？うん。あ、ネットの王子様？うん。顔出し NG の人はどうなんだろうな。難しいだろうな。だったらちゃんとした大手出さないとつまんないよね。中堅どころ出して下手に販売。そうっすね。やっぱりブッキングっすね、カー君。やっぱブッキングっすね。うん、まあまあ、そこはイベントごと、もう詰まるところ出る人っすよ。
まあでもそのなんだろう、次ってやっていかないとやっぱり、やっぱり最初でまだ蓋開けてみないと分かんない部分があるじゃないですか。でもなんかその実績作るのにもいいチャンスだなと思っても前向きに考えてますね。もうやるしかないんで、まあこけたらこけたでしょうがねえっつうか、俺はこける気全然ないけど。でもまあメンツ的にはだんだん昨日よりも良くなってるんで。なちゃんまんくんですよ。すげえよな。だからうなちゃんまんの凄さってそこだよな、本当に。何でも面白くするっていう天才だよ。アドリブ力の天才っていうか。もう出るだけで神回だから。内容は一本に？どういうこと？ああ、テロップ？テロップは一本に絞ったら余計ダメだと思う。ダメ。なんだろう。そうすると、俺できないよってなっちゃうの。ブッキングする人が。要はハードルが上がっちゃう。例えばさ、なんだろう、喧嘩凸だけとかさ、喋る内容一本フリートークだけって言われると、負担がでかくなるから、こっち側で用意してあげないと、ある程度こういうのが出ますよっていう。ないと、新人さんが多分やりづらくなっちゃう。審査員はまだ未発表ですね。はい。今、ブッキング中です。審査員は3名選出しようと思ってます。審査ができる人。あ、そうなんだ。一本にするっていうのは、何を一本にするんだろう。内容？ どういうことだろう。全然ふわっちだけじゃなくて、配信会全体で考えてるけど、俺がね、つながりある人が配信やっぱふわっちの人が多いんで、全然、ツイキャスでもニコ生でも、すごい出ていただけるだけでありがたいと思ってるんで、そこは全然気にしてないっす。昔ね。 だって、なんでね、和道って名前一番最初にね、広めてくれたの、うなちゃんマンで、俺配信始めて半年目の時に喧嘩とつかけて、ちゃんマンが土下座したんだよ。で、それで、有名にさせてもらったのね。ちゃんマンが花を送ってくれて、俺の土下座なんか安いからよ、つって、すいませんでした、って。和道を土下座させたーっつって、新人がって言って、それでなんかすごいリスナーがバーっていきなり来て、そう、珍味団の人が。で、なんかその可愛がってもらったんですよ。一番最初の凸の時に。懐かしいっすね。すごい古い話ですけどね。もう、それこそ3年半以上前だよね。もう今言われて思い出したよ。あとね、家に直接行った事件もあったしね。 パソコンぶっ壊されたっていうね。あ、そうだね。まあでもほら、自分が動いてないのにさ、新やつ頼むよっていうのは違うから、やっぱりその自分で動いて動いて動いて、で最終的にやつに頼ろうと思ってる。 そうですね。いや、ゲルゲさん指一本触れてないのにな。すげえな、本当に。だから、まあ、自分が動かないで誰かにお願いするっていうやり方はあんま好きじゃないから、とにかく自分の最大限の限られた時間の中で頑張るっていうのを基本だと思ってるからさ。あー、そっか。あー、確かに。どうなんだろうね。わかんないね。
あ、そっか、その可能性があるのか。でもそれでもちゃんまんもうどうなんだろう。稲子、そうっすよ、旅配信をやってて、どこ行ったっけな、稲子の家がラスト地点だったんですけど、うなちゃんマンで、レイチェルにも会ったし、レイチェルには BB 弾打たれたし、あと誰やったっけな、そうで、闇将軍にも会ったし、今は亡き。だから一年、南に下って九州まで行ったんだよね。初めての旅配信で。あと、洋平くんにはお遍路で会って、ちょうど洋平くんがお遍路やってて、一緒に道後温泉行ったんだ。で、あと、あれ、なんだっけ、阿波踊り、徳島の、もう取材して。懐かしいよな。だから、あの時アクティブは、いやいや、今もアクティブなつもりなんだけど 別に、そんな変わってないと思うけど。ケンさんとかも話うまいね。あ、了解っす。了解っす。そうっすね。こういう凝った話だとね、なかなか文章で伝わらないんですよね。そう。だから、トツかけてってなるんですよ。難しいんですよ。僕もコメントやってて、ああ、じれったいっていう時ありますもん。こんな内容じゃ伝わらないよっていう。コンセプトを一本にするって意味ですよね、多分。だから、コンセプトはもう一本ですね。要は、若手が大手に挑むっていうコンセプト一本です。もう、多分これが完成形だと思ってる。あとはその内容について、段取りとか音楽効果音とか、そういう部分だと思ってるんで、フリップ使うのか、見せ方っすよね。もうブッキング、この内容でいきますっていうことで言っていい段階だと思うね。別に問題はないのかなっていう。俺もそれ思ってます。実は。実は、喧嘩凸系とか、そういう、俺も実はそれ思ってた。かくん、いいね。わかる。どうだろうね。もう、正直ね、一日一食どころじゃなくて半食なの。今日マック全部食べたけど、昨日はもう、焼きそば半分食べただけなのね。冷蔵庫の残り物の。だから多分痩せると思うよ、忙しくて。今ね、女性の大手だとリナネコの返事待ちかな。今日電話かけてくれるって言ってたけど、かかってこなかったね。ねえ、村マコとかね、来てもらえたら嬉しいんだけど。そうなんだよね、雑談うまいんだよな。いやー、どうだろうね。で、いや、に、あのー、みんなさ、簡単に言うけどさ、呼べるのって話になる。呼ぶ身にもなってよっていう。みんなさ、言うのは簡単なんだって。現実的な部分とかさ、ちょっとハードル上げないでっていう。じゃあアメリカ人呼べんのかよっていう。俺だって呼びてえよ、呼べるな。俺が一番お招きしたいわ。難しいでしょ。ギャラ的にもっていうか、絡みが全然皆無だから。絡みある人からじゃないと難しいよね。田村敦。配信者だからね。ああ、ね、後輩だからね、配信者は。シークレットはやるつもりないかな。別に。普通に公表する。もったいぶらないでガンガンやってかないと。
通にやるよ。個人戦で雑学を、あ、雑学かテロップいいんじゃない？雑学テロップいいじゃん、ミリチン。雑談を、雑学を決定戦じゃなくて、そのテロップの中に平な話とか、みんなが平っていう話とか用意しとけばいいんじゃない？それこそテロップに入れとけばいいじゃん。そうなんだよね。そこが面白いよね。いや、こっちとしてはさ、勝ったら金払わないといけないわけじゃないですか。5万円。いや、大手配信者には絶対勝ってもらわないと困るよね。いや、勘弁してよってなるよね。5連敗とかしたらね。どうなってるんだ、大手って。とんでもなく強いやつ出てきたら嫌だよね。ねえ。それこそチャレンジャーでさ、大手が来たら笑うよね。5万円もらいに来たわ、つって。いいよね、雑学を。ヘキサゴンみたいのね。それいいね。え、それミリチン、ちょっと採用してもいい？まだ確定ではないけど。ミリチン、オッケー？言われる。削られるよね。別にリスナーさんでは、参加するのもありだと思ってるから、リスナーさん枠もチャレンジャーに入れようかなと思ってて。どうする？めちゃめちゃ面白いリスナーさんとか出てきた。リスナーさん枠ちょっと入れようか。そういうのは絶対面白い。ねえ、どっちが平な話をしたかでしょ。どっちが平な話をしたか。楽屋で大手がネタ帳見てんでしょ、こうやって。それいいね。大手がチャレンジャーで来ることも全然 OK だから、そのなんつうんだろう、それも楽しみだよね。うん、それも楽しみだよね。うん、そのね、5分で10万、5分っていうかさ、10分とかさで5万円持って帰れるわけだから、本当にチャレンジしがいあるよね。あ、このメンツなら勝てるわっていう人。そうそうそう、トリビア系。このメンツだったら絶対雑談負けねえわ、っつったらさ、ギャラ5万で帰っていけるわけじゃん。美味しくない？ 10 分でバイバイ、っつって帰れるんだよ。
どうよ。ちょっとトイレ行ってくる。そうだよね、やっぱ便所さんとかポンスケさんみたいな、そう、強敵がいた方がいいよね。新人が震え上がるようだね。それめちゃめちゃ面白いでしょ。でひっくり返ったら超有名になると思うよ。あれ面白かったよってなるじゃん、新人が。うん、思わない？なんか大手配信者にさ、喧嘩突とか勝ったりしたらさ、湧くでしょ会場。ぜひぜひやってもらいたいっていうか、でうまくいくようになったらさ、本当に賞金のさ値段とか上げたい、集客のね見込み方っていったら、そういうことやっていきたいなとは思ってるけど、煽り作りたいですね。煽り V？ 煽り V はね、考えたんだけど、動画の方でやろうかなと思ってて、その YouTube にアップするときにちゃんと編集してやろうと思ってて、なんでかっていうと、3時間の尺じゃん、会場自体が。で、15人のチャレンジャーいるわけでしょ。で、そんなに強いやつ出てこないと思うんだよ。5勝するのに多分15分ぐらいの尺だと思うんだけど、多分1回戦でボロボロ負けていくと思うの。だから、その煽り V とか流す余裕がないんだよね、尺的な問題で。やっちょい売名した池上くんとか出してとか言いそう、うん、あ、そうそうそう、煽り V 作るときは相談させてよ、アメリカ人一緒に作ろうよ、うん、なんかみんなで。そう、俺も動画作るの好きだからね。え、それは編集入れてさ、ちゃんと30分ぐらいで楽しめるっていうかさ、その要点だけパッパッといって、滑ったら滑ったで、こう YouTube には出しませんって言って、ただ面白いのハイライトで YouTube でノーカット版も作るけど、本ちゃんバージョンでは、編集ありバージョンでは出しませんとかさ、ねえ、面白いよね。うん、だからまあチャレンジャーの、受付はずっとしてるんで、ぜひぜひ面白い配信者紹介してください。力のある若手とかさ、中堅とか、そしたら絶対面白くなると思ってるから。アメリカ人企画がうまい配信者なもんだって、もともと企画がうまいの、もともと企画力オス系とキャラ系じゃん、もともとさ。だってアメリカ人っていうキャラを売りにするぐらいだからさ、企画者なんだよ。うまいんだよ、仕掛け作るのが。やっぱそこが実力だなと思ってたから。あとアメリカ人のね、隠れた
才能はもっとすごいところで、企画力もそうなんだけど、人脈作るのがすげえうまい。信用、やっぱね、そう、仲間大事にするやつだから、アメリカ人は慕われるよね、みんなに。だからいろんな人とよくコラボしてんだよ。だアメリカ人みたいなタイプが本来は企画向きなんだよ。こういう、ねえ、可能性のある。まあ、それこそ細田さん的にはね、荒野とか、どんな動きすんのかっていう。細田さん来てくれんの、会場。そしたらさ、荒野盛り上がるようにさ、細田さんビールおごってあげてよ、荒野に。多分あいつ酔っ払った方が面白いと思うから。アメリカ人伸びるよね。俺もそう思ってた。ただ、その、閲覧がバカみたいに増えるタイプじゃなくて、安定する中堅タイプ だと思う。俺みたいにね、ずっとキープして、コアのファンつくタイプだと思ってる。職業柄ね。まあ、コンサルとかね、そういう広告代理店とか営業とかやってたら、企画力があるんだろうね、多分。ねえ、細田さん頼むよ。荒野のセコンドとしてさ、荒野に面白くなるようにビールとか飲ませまくってよ。うん。荒野の出番まで。頼みます、本当に。俺今何しようっすか。うん、俺は荒野は酔っ払った方が絶対面白いし、荒野が酔っ払ってわけわかんないこと言ったら絶対なんか人なんかね、勝ちそうな気がするんだよね、あいつ。荒野ね、大手をね 2,3 人倒しそうな素質があるから。あいつ持ってる系の配信者じゃん、荒野って。あ、ぜひぜひ来て来て、ミリチン。応援して。絶対生で見た方が楽しいから、こういうのは。一緒にやろうよ。うん。あ、やっちょも酔ったら面白くなるタイプだかんな。あー、やっちょもう、はあ、いいっすね。うん、やっちょも酔うか。じゃあ、おいらはそろそろ寝ようかな。おいらはそろそろ寝ます。ちょっと今日もいっぱい喋ったから、頭パンパンです。ぜひぜひ皆さん今後ともよろしくお願いします。本当に寝ます。お疲れ様です。318名の皆さん、ありがとうございました。おつです。おやすみ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。